はい、こんちくわ。物事にはね、順番っちゅうものがありますやん。今ね、始末シリーズで、つけていこう、つけていこうってやっとったんやけど、なんか知らんけど、金もないのに、なんかこうって今、冷蔵庫満タンなんですね。ほんで、その、早よ食べなあかんもんってありますやん。早よ食べなあかんもんから食べなあかんねんけど、これが急に食べたい。こんな日持ちするからね、後で食べたらいいですやん。けど、この前なんか、動画撮ったかどうか覚えてないですけど、シューマイね、あれも前でまあまあ日持ちしますやん。シューマイ急に食べたいで、シューマイの口になってもうた、みたいな。シューマイ食べて。で、今度は、もう早く食べなあかん。ブロッコリー食べなあかんとか、この前の白菜じゃわ、キャベツのなんや、スープ食べなあかんとか、なんか食べなあかん、さっきいっぱいありますね。たらこ食べなあかんとか、いろいろおますね。これが食べたい。これ。餃子の愚痴。えっちゅうね。こう言うてもね、冷蔵なんでね、あれなんですよ。そんな日持ちはせえへんねんけどね、気をつける前に、羽の葉を、羽の元をフライパンに広げ、餃子を、羽の元、そんなあるんや。羽付き。羽付きチーズ餃子。羽の元。羽はうまいよね、確かに。これを先に引くんや。これを先に火をつける前に引くんやって。油を、ボロボロの、フライパンに油引けって書いてあるわ。そらそや。ねえ、ほんまに。フライパン、フライパン欲しい欲しい思っても何年？もう2年ぐらい経つね。マジでこう、マジでフライパンにはこだわりがあってね、フライパンが欲しいんやけど、もう2年ですわ、もう。同情するならフライパンくれ、同情するならフライパンくれ。っていうかね、なんか、スパチャやったかな、なんか、これで二郎ちゃんフライパンでも買いや、言うてね、送ってくれてありますね、ほんまにね。あれからもう2年ぐらいですわ、ほんまに。これを羽の元チーズ入りやて、いいチーズ入り羽の元、んで羽の元を引きました。で餃子を並べんの、中火で6分、いい中火で6分。はい、中火で6分やって、これ並べて。ミンミンの餃子はマジうまいですよね。あれも冷蔵ですやんか。お安いし、お安い。1個あたりはどうかわからんけど、単価的には、1袋の単価的にはめっちゃお安いですやん。70円とか80円でしょ。あれマジ美味しいわ。発見点や。私も、業界のね、おっさんで、みぬぎを抱いたらもう、何前って30年以上、40年ぐらい前があるわけですやん。要はスーパーのね、回転のもう超目玉の特化品とかでね、やっとったんですけど。中火で6分。中火で6分。6分、蓋はいらん？蓋いらずやな。蓋なし、水なし、6分。
6本。はい。バイナラ。わかります？いつにあれ。わかります？なんかいつになくよく焼けてますわ。まだね、6分であと残り40秒あるんですけど、もういい加減ですよ、これ。多分。もう、やばいんちゃいます？こんなことってあるんかね。いつもね、いつもこうやって、その、説明書に書いてる時間でやってもね、全然できてないんやけど、これもできてますわ、これ。長年の餃子研究を書かれたら。はい。勝負。勝負。いざ勝負。ほっ。ほっ。ほっ。これ、焼きすぎな、これ。おー、今分かった。これね、多分焼きすぎなんですよ。何のリズム合わしとんねん。これ焼きすぎですわ、これね。はい、羽もヘチもおませんやん。焼きすぎですわ。下高駅。これ、羽がね、せっかくの羽がもうえらい焦げてもうとるね。焼きすぎですわ。ああ、やんなっちゃった。ああ、驚いた。うっす。はい、わざだ。あ、橋忘れた。橋さん。おーい、橋さーん。こんなん出ました。ここに予備の橋があるはず、あった。ああ、しょんべんしたい。しょんべんしたい。さっきしょんべんしてこいよ、なんか。セカラーシーの、ほんまに。はい。思い出しました。なんでニンニクをね、ニンニクをね、じゃあ、なんで餃子をね、食べたかったか言うたらね、今ね、なんかいっぱい買いすぎて冷蔵庫満チンコンなんですよ。はい、うっす、お疲れっす。で、これが傘取っとんですよ。あ、しもた。スプーンも忘れた。入れてるかな。入れてる。天才。スプーン入ってる。でね、これをつけたらね、だいぶとね、冷蔵庫すくんでね。っていうかね、これ餃子のタレ入ってなかった。タレで食べへんすかね。歯医者までまだちょっと回るし。これ、大量のニンニクってもうそのおませんねんけどね、最後のニンニク。もう何本もないんですけど。これがしたかったんですよ。これがもう食べたかった。あ、まあまああるわ、これね。まあまあおますわ。まあまあおます。ここに餃子入れたいぐらいね。こんなん、ほんまに。早くまた行きたい。また餃子ちゃうわ。ニンニク買いたい。はい、いただきます。うっす。これ、チーズ餃子で、せっかくのチーズがもう、あるんやってもうたね。うん。
チーズの味が微妙にする。まあ微妙にする。というかめっちゃ冷めてる。やっぱり寒いかして冷めんのも早いね。っていうか昨日ね、昨日おととい。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。チーズの味はほぼしませんでした。あれやったら普通の冷凍餃子の方が安くて美味しいかもしれません。はい、もうこれも、もうおませんね。あのね、私タバコやめて何年経つのかな、心筋梗塞やってね、ほんで心筋梗塞で救急車呼ぶ、2時間ぐらい前まで吸うとったんですね。吸うとってやばい思って、でもさすがにそっからはもうタバコ吸わんと救急車呼んで、で、そっからもう、手術、入院で、もう全然吸うてないんですよ、そっからタバコね。タバコ吸いたいなーってね、たんまに思うんですよ。たんまに思うんですけど、そんなん、思いますやん。普通にタバコ吸いたいなーって思うんやけど、別に吸いたいわけちゃいますね。吸いたかったらそんな、普通にコンビニ走って行って、ちょっと、タバコショートホープを言うてライターこうでカチカチってやったらすごい話ですやん。そこまで全然そんなんね、思うだけで吸いに行こうかな、そういう気は全然ないんですけど、けどね、昨日か一昨日ね、マジ吸いたなってね、急に。なんでかな、まあそのね、めちゃくちゃ今 忙しい言うて、その何したいかな、その忙しさにもいろいろあると思うんですけど、その何て言ったらいいんかな、頭使う忙しさやね。頭使う忙しさがマジで忙しいってね、もういろいろほんま考えることが多くてね、うっす、そんな日々を過ごしちゃったりしちゃったりしてるわけなんだけどねみたいなね、マジ過ぎたなってね。まあ、ほんま一瞬ね、ちょっとコンビニ行ったろかな思って、今吸うたらうまいやろな思ってね、なんかタバコ吸うたらね、なんか
落ち着くいうか、なんちゅうの、頭の回転、どうやろう、ようなって思わないんだけど、なんとなくありますやん。マジ思ってね、ちょっと一瞬やばかったね。あれね、ほんまに。行ってもう、こう、吸うたらもう終わりやもんね。耐えたいうかね、まあ、そこまではほんまだ吸いたくなってないんやけど、けど、吸いたいメーターね、そう、今までね、その、タバコよう吸うとったからね、青ほど。私、一日80本ぐらい吸うとったからね。その頃もやめよう思ってね、巻いたら、5時間とかね、巻いたら、吸われとこもありますやん。それも含めて、吸いたいな、その、めちゃくちゃ吸いたいな、辛抱して吸いたいなっていう、そのマックスが100としてね、何本ぐらいいったかな。ああ、言うても60ぐらいかな。また、同じ衰退部類が違うっちゅうんかな。その当時の、ね、ずっと吸うとって辛抱せなあかん、その何時間かあって衰退のその衰退と、今こんだけ5年も6年もやめて衰退のその衰退レベルがちゃうんですよね。いや、よくわからんけど。ね、まあ、臭いですよ。今ね、私も吸えへんようになってね、その、今特になんか吸う人増えてません？ようわかりませんけど、コンビニとかでね、なんか、すれ違ったらね、こいつくっす、タバコくっさーってやっぱ思うんですよ。で、私は多分そのね、昔はそうやったと思うんですよ。もう図一式吸うとったからね、だから多分ほんま全身タバコ臭かったと思うんですけど、ね、知らんけどね、はい、まあタバコやめれてよかったかな、知らんけど、今まで吸うとこないもんね、ほんまに。もうそれが往生しますやん、ほんまに。鼻毛切りたい散髪行ってきますわ。あのね、まだね、あと半月ぐらい粘れるんですけどね、これまで一回もひげを剃ってませんね、この前散髪行ってね。ちょっと行ってきますわ、散髪ね、気分転換にね、もう早く自分でしたいんやけど、まあそんなこっちゃで。まあ自分で自分を褒めてやりたいさ、よう辛抱したあげてね。サムネよはい、ということで、いつもすみません、いつも大きにはばかりさん大きに失礼します。なんかね、ありますやん、今も流行ってんのかな、こうなんか鼻の穴になんか突っ込んでピシュッて全部鼻毛抜くみたいな、あれ一時なんか流行って YouTube でみんなやってました。猫もしゃくしもやってましたね、プシュッみたいな、あれ知りたい。以上、そうだ、いつもすみません、失礼します。チャンネル登録よろしく。もしまた見たのを思ってくれはる人はね、チャンネル登録よろしく頼みます。あと通知ベル設定、鈴マークですね、あれもオンしてもうたらまたおっさん湧いていきますんで、よろしゅう頼みますせー。バイならバイチャー。